take it personal. I ain't lying, I ain't hiding. I've been grinding, multiplying. I've been trying to get my way. 皆さんこんにちは、ひとみです。今日は家具屋さんやな。家具屋さんに行きたいと思います。ふーちゃんのタンス買いに。はい、じゃあ早速行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。カバン？いや、かわいい。これ見て。あ、ほんまや。テーブル。これオープンのテーブルで。1万。カウンターテーブル。かわいい。かわいいな。どう、ふーかちゃん。これ欲しい。こういうプレートが欲しい。高っ。15,000。ほんまに？おお。すごい。76,000。ハンディセットやって。めっちゃ安い。めっちゃいいやん。いつもついてる。めっちゃいい。あ、そうだったかな。スマホに見えたこれ。おしゃれ、おしゃれなスマホ。ちょっと待って。ソファ。見てこれ。あ、かわいい。これちゃん。かわいい。そうだったかな。13,900円な。かわいくない？めっちゃいい。かわいい。これとこれと椅子買ったやん、この前。でもさ、あのソファーやで、これ。ええこの前椅子買ったの。ここで寝れんで、ゆいちゃん。パパ絶対いいと思う。椅子、このテーブル欲しいな、でも。あ、ほんまにテーブルかわいい。なあ。テーブルかわいいわ。青が欲しい。いや、私一人のソファー。なんか言うてんで。えぐいって。え、一人しか座られへん。あーってなんでやねん。あ、ちょっと待って、色違った。あ、なになに？テーブル。ほら、春。この色の方がいいな。かわいい、これもかわいい。一緒やん。これかわいい。テレビ台あんで。テレビ台欲しいな。あ、これめっちゃええよ。これなんか入れれんで。今のかわいい。かわいい。かわいくない？いや、でもちょっと待って、高かわいいよ、もちろんな。めっちゃかわいいやん。こんな上にも置けねえ。収納もいっぱいあっていいよな。下もここスイッチとか入れれんで。ほんまや。いや、でもちょっと大きなし、ゆいちゃん。あ、これ見て。あ、え、そこもあったの？これめっちゃちょっと高いんだよね。10万。10万はちょっときついっす。10万きついっす。おお。ハルタ、気をつけてな。来いよ。かわいい。安い。これはかわいいな。これ青くいいと思う。でもさ、青くいろいろ置かなあかんから引き出せない。あれかい。このテーブルかわいい。これいいよな。これいいよ。あおくん、これでいいんちゃう。俺のやつ渡して、これ俺にするか。なんでやねん。おお。
かわいい。これは高くなってる。高くなってる。レザーやからや。そうか。側ですわ。椅子かわいいや、見て。あ、これすごい。これ何？あ、カブトムシとか。これめっちゃかわいい。キャビネット。このキャビネット欲しいな。レトロやな。これはいいな。これでっかいの。かわいい。2万円。かわいい。パパの部屋行けるやこれ。これいいや。9400円で安いです。これは2万3000円。いや、これない。これやん、7000円。ママ、引き出し2つもあるし。シンプルシンプル、こんなんでいいと思うで。ママ、引き出し2つもあるで。これ十分やで。これ可愛くない？可愛い。これとこれで。これとこれにしよう。高校生にはいい、いいでしょう、こんなもんぐらいが。なあ。あ、ふーちゃんの。あ、ほんまや。ふーちゃんのやつ。ふーちゃんの結構高かってんな。1万8000円もしたんや。やば。ふーちゃんのもろっか。タンス、ふーちゃんのタンスあります？これやん、ケーキちゃんの。あ、ほら見て、俺の7500円でなんで息子のテーブル1万9000円の買おうとしたん。かわいいもんだって。えぐいですわ。だって将来ずっとハムとも使えるやん。おお。タンスレディア入ってきたよ。っしゃ、やったやで、ふーちゃん。うわー、めっちゃかわいい。メインのタンスですよ。あ、これは嫌って。結構可愛いと思うけどな。の。あ、これめっちゃ可愛い。これのタンスあったわ、やばい。やばい、お部屋作りたい。あかん。いや、今ある流れはこれが一番いいと思うねんけどな。の。まあシンプルで可愛いよね。こっちにした方がいいと思う。高さ的にちょっと傘が高いやろ、これ。高い。23,000円。タンスなんか買ったことないからさ。おお。かわいい、あれ見て。あれめっちゃかわいいよな。ハル、これた、高い、高い。おお。大丈夫？どれ？かわいい。いや、めっちゃかわいいな。やろ？そうかな？全然映らん。これは、これがすごく可愛いと思いますね。いっぱいあるな。悩むよね、こんだけ時計があったら。え、こっちにもある？31番ね。これやで。ハリボー。ハリボー。ハリボー食べたい。ハリボー買おう。どれがいい？これ買ってみようと思います。ポコちゃんに来て。ハリボー。帰るわ。
そうやな、これからもカエル食べることもあるからな、慣れとこう、これで。え、じゃあこれ、こっちこっちこっち、ピッピッ。いただきます。何を？何ですか？何味ですか？マスカット。あ、マスカット、美味しそうやん。じゃあ美味しいやん。なんか、おい、まさか、そんだけ買ってまずいとか言うなよ。そうな、ちょっと1個ちょうだい。いただきます。おお、どこに隠し持っとったやん、そんなお金を。これはポイントカード、リコちゃんの。そう、マックス、スタンプマックス。これで青の時計の時に買います。やりましたね。スタンプはやっぱ集めるべきやね。はい、行かれよー。おお、ギリギリやで。なんとか乗ってくれ、乗ってくれ。また止まったの。え、また止まった。でも前12万以上使っててんな。前めっちゃ使ってんて。じゃあとりあえず買ったし、はい、はい、帰って組み立てなあかん、分解したから。組み立てましょう。じゃあ帰って組み立てましょう。今から買ったものの紹介をしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、まず一つ目はこちら。はい、これはお兄ちゃんの部屋に飾るだけです。そう、3000円です。めっちゃ可愛いよ。これはリビングに置くような時計です。そうです、時計がないからな。あのテレビつけな時間が分からへんって言わせです。これ、7700円くらいでした。はい、これはまたまた、はい、お兄ちゃんね、机、机です。これ安かった、机何倍だったっけな、よっちゃん。7000円。え、折れへんよっちゃん。おお、うん、8000円くらいです。はい、はい、次この椅子、椅子紹介してください。座ってみてください。これ座り心地いいねんな。そう。お兄ちゃんのな。座り心地がいい。これだって椅子の方が高かったよ、テーブルより。9000円ぐらいです。椅子の方が高かったです。はい、ほんで一番、これもう一番これを買いに行ったみたいなもんですよね。はい、これは私の服の。そう、タンスです。タンス、タンス、23000円なり。8個あります、うん。これでもう完璧に服直せるよ。今の使ってるタンスがちっちゃすぎて全然服直さないから。はい。やば。これは本当嬉しいわ。嬉しい。はい、次。買うつもりなかったな、ふーちゃん。はい、買うつもりなかったけど、はい、なんか可愛かったっけ。結構安かったから。ここよ、引き出しがあります。買ってしまいました、これ。じゃ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 ーん。まあ、俺だ、今からちょっと片付けていこう。あ